フィールドスコープの使用例、フィールドスコープとは、望遠鏡の一種で遠方にある地上物を主に観察するための工学機械である。地上望遠鏡、スポッティングスコープなどとも呼ばれる。野鳥などの自然観察、各種の監視、射撃での標的確認などに用い、主に簡便な三脚に乗せて運用されている。ケップラー式望遠鏡に、 地上観察に適するようプリズムを組み込んで、成立像を結ぶようになっている。また、使用局面を考慮して、対衝撃、防水対策が行われていることも多い。覗き込む角度によって、直視型のものと45度程度の傾斜型がある。組み込まれるプリズムは、ポロプリズムが多いが、打破プリズムのものもある。対物レンズは40から 80mm 程度のものが多い。 色収差を避けるために、ホタル石レンズや異常分散レンズを採用したものも、ある。光景が大きいほど一般に、解像力は上がり、精細な部分を観察できるが、傾向性や重量の問題が出てくるため 80mm 程度が限度となっているようである。倍率は15から60倍程度であり、ズーム機構で倍率可変のものもある。 接眼レンズは交換できる場合とできない場合がある。天体望遠鏡として使用することは可能であるが、成立プリズムの影響や、蛍光性のために単焦点としていることによる、解像力の悪化が考えられる。そもそもフィールドスコープは、小型軽量であることが要求されるため、蛍光性を度外視して、光角性能を追求できる、天体望遠鏡には及ばない。双眼鏡と比較すると、 単眼であるために、両目で立体的に対象物を観察できない問題がある。一方で、遠距離の性能は一般に、双眼鏡より、焦点距離が長くなるため、有利と考えられる。傾向用には、双眼鏡、遠距離の定点観測用には、フィールドスコープと使い分けられる傾向にある。ありがとうございます。